にちは、世界的 VIP 源栄です。来ましたよ、マイネオがですね、データ使い放題半年間月額980円のお得になるキャンペーンをやってます。まあこれどういうことかというと、本日6月1日からスタートするキャンペーンなんでございますけども、月額料金半年間ですね、800円割り引いてくれるキャンペーンプラスデータ容量を1ギガ追加してくれるんですよ。でその中でさらにですね、すごいのがパケット放題を選ぶとさらにそこから80円引いてくれる、つまり合計で880円割り引いてくれるっていうね、超素晴らしいキャンペーンやってます。ちょっと見ていきましょう。はい、マイネオならデータ使い放題でもお得っていうことなんでございますけども、これどういうことかというと、まず一つ目、他社からの乗り換え、過去 NMP ですね。でデュアルタイプ3ギガ以上のコースをお申し込みの場合、月額料金を半年間800円割り引くということですね。でお得になんですけども、ネットも動画も SNS も最大 500kbps で使い放題、パケット放題、月額料金7ヶ月80円割引ということですね。でちなみにですね、まあ例が出てるんですけども、お得1,2をですね合わせることによって、この月額980円というね料金をね実現しているんですね。通常であれば1860円かかるんですよ、3ギガプラスパケット放題だったら。なんですけども、半年間は980円で使えますよ。しかもさらに今なら1ギガ増量中ということで4ギガ使えます。これいいですよね。ちなみに申し込み期間は6月1日から8月2日、まあ2ヶ月間ですね。お早めにという感じです。ちなみにパケット放題とはということなんでございますけども、月額料金350円でネットも動画も SNS もどんなサービスも最大 500kbps で使い放題ということですね。でちなみにどんなことができるんですかっていうお話なんですけども、メッセージやメールのやり取り、ウェブサイトや SNS の閲覧、地図アプリの閲覧、音楽ストリーミング、動画視聴が可能ということですね。ちなみにこの 500kbps の場合ですと、動画視聴の 720p 以外であれば問題なくいけますよということですね。まあだいたい考えてもらえばわかるんですけども、スマートフォンって別にフル HD で絶対見なきゃいけないとかないじゃないですか。パソコンだったら確かに違いっていうのはよくわかるんですけど、スマホだとね、ここまでわからないというか、普通に 480p ぐらいの映像でもめっちゃ綺麗って思う時ありません？別に画質落としたところで特に問題はないかなと思います。まあもちろんね、通常利用であれば全て可能だということですね。はい、そしてパケット消費量の目安なんでございますけども、音楽ストリーミングの場合、1日2時間 ×30日と計算した場合なんですけども 2.6 ギガぐらいですよということですね。で動画ストリーミングの場合なんですけども、これ1日30分 ×30日ですね、約5ギガということですね。まあこんな感じだと思ってください。はい、そしてパケット放題ならパケット消費量を気にせずに使い放題ですよということですね。ネットや SNS をよく見るから、毎月通信制限が来て遅くなるんだよな、もっと快適に使えないかなっていう方も救えますし、パケット容量が気になって、まあ家でいつも動画見てるんだけど、いや外とか移動中見たいよねっていう方も救われます。まあちなみにね、このようになってるんですけども、まあ500メガに関しては対象外になるので、まあ選ぶ人はいないと思うんですけども、3ギガ以上ですね、30ギガまであります。3ギガを選ぶのが一番お得だと思います。 500kbps を使い放題にするに選択して、ここですね。まあこの中だと au プランが一番安いんですけども、いやちょっと他の回線がいいよっていう方であれば、まあドコモ、ソフトバンクって選ぶこともできます。ちょっとね、お値段高くなっちゃうんですけども、まあ、選択していただくことができるのかなという感じですね。はい、そして料金なんですけども、当然半年間は980円でいけますよと。で8ヶ月目以降なんですけども、まあ元のね1860円というね価格に戻ります。この後はどうするかっていうのは、まあ個人のね、自由なので、まあ他のプランに移行するとか、まあいろいろね、選択肢はあると思いますけども、こういった感じでですね、半年間料金を抑えることによってよりお得に使えるっていうのがあるってことは、もうこれチャレンジしていただく方がいいと思うんですよ、絶対に。はい、というわけでですね、マイネオがですねお得なキャンペーンをやってます。半年間なんで今年いっぱいはお得に使えるよっていうことですよね。まあ期限はですね8月2日までっていう風になってますので、それまでにですね考えていただければ、まあ2ヶ月あれば十分ね契約するかどうかっていうのは考えてもらうに値する時間だと思うんで、できるだけねお早めにっていうことではありますけども、まあじっくり考えていただくといいのかなという感じに思いました。そんなこんなで今回ですね、マイネオがデータ使い放題の月額980円のサービスやってますよっていうお話でした。お疲れ様でした。